アイアイ岬でね、アングリグライダーさんとね合流いたしました。今10時46分、まあこれからのんびりねティハールの方へ向かおうと思います。自分それほど行きたくないんですけど、アングリグライダーさんがどうしてもって言うから行こうと思います。ちょうどねアイアイ岬に来た時にツイッターをね確認したんですよ。そしたらねアングリグライダーさんちょうど慰労崎をね見学 してたみたいで、すぐ近くにおられたんで、せっかくだからアイアイ岬で待ってるんで合流しましょうということでね合流いたしました。まあこの辺大体俺いつもねソロが多いんだけど、誰かとねティハールに行くとかいいですね、たまにはね。まあご飯食べたらあとはね、西伊豆スカイライン行って、そしてその後ね冷え川インター、そこまでご一緒してねお別れということになりますけど、釣り餌貸し竿ってあるからこの辺で釣りができるってことだね。アングリングライダーさんにアイアイ岬からもうすぐですよ、10分ぐらいですよ、10分どころじゃないな、もうだいぶ経ったなあと3キロ。ノリちゃんまで3キロ。ノリちゃんじゃねえ、カレーとママさんまで3キロ。いやーほんと今日気持ちいい。ティハール、あと 1.7キロ。ああ久しぶりだな、ティハール。カレーを食おう。どうもどうも、よいしょ、噂のメガリでございます。あ、お出迎えありがとうございます。結構います。すごいですか。今日はね東京からのお客様をお連れしました。この間の変わったバイクの人来たでしょ、背の高い。あ、はい、いらっしゃいました。あの背の高い人はねマブダチなんですよ今日ママさんに会いに来ました。あ、東京から来ました。5メートル以上離れてるってことですか。いやいや、大丈夫ヨシさんもだし、よろしくお願いします。ステッカーをくれとのりちゃんに言ってください、はい、ちゃんとご飯を食べてください。ご飯食べてください、はい、お待ちしてます。よろしくお願いしますどうぞ。やったマスター写真撮ってる大型バイクだはい、のりちゃんが運転した方がいいんじゃないの。あ、皆さん困ったことになりましたよ。今ね、のりちゃん乗せてタンデム中でございます。 FZ1 初タンデムね、怖えないやなんだかね、なんか言われそうな気がしたんだけど、なんで俺に
タンデムしていいですかなんて言ってきたのがすごく不安なんですけど、緊張のあまり喋れないという。ああ最高だぜ。やっぱあれだね、こう自分でバイク乗ってる女の子だからね、乗せてんのが意外と安定感がある。フェーザー初タンデムなんだけど意外と走れるもんだな。そしてこのバイクね、サスを一番柔らかくしてあってローダウンしてあるもんで、ちょっとギャップ拾うとね底付きしちゃうんだよね。結構風がある。どの辺で U ターンすればいいんだ。この辺越えて、うん、すげえ緊張して喋れないというそれものりちゃん簡単に俺に U ターンしろとか言ってるけどできませんからはっきり言ってもこのまま伊豆一周して帰りたいぐらいなんですけど。メラトンネル、これか。ちょっと一回降りていい？いい？ごめんね。すみません。U ターン下手だから。嘘。いやー疲れた。疲れました。伸ばすとこじゃないですよ。1000から3000回転ぐらいでピュッて埋まっちゃうんですね。こっちはヒヤヒヤしてんだけど。ですか？うん。初ターンでも捧げた。いえいえ。あ、ありがとうございます。はい、1分ぐらい。はい、ありがとうございます。はい。はい。さあ帰ろう。どこ行ったんだろうな、アングリングライダーさん。あ、今日は最高の一日になったな。うん。でもこのタンデム中だとこの後ろを映すことができないというすごい悲しさがあるな。まあいいや、アングリングライダーさんが撮ってくれたから。いやー今日はティハールに行ってよかったな、正解だったな。毎日行っちゃおうかな。アフターもお願いしますって言いたいね。よし、タンデム慣れした。多分俺も今情けない顔をしていることだろう。例えばアングリングライダーですね、あそこで撮ってもらっていて、そのまま俺も止まればよかったかな。スルーして来て置いてきてしまった。あと3キロだ。私服の時あと3キロ。のりちゃんもここで一言後ろで、このまま私を連れて逃げてとか言ってくれれば嬉しいですけどね。逃げちゃうんですけど本気で。あー楽しかったな、タンデム最高だな。うん、なんだタンデムこんな楽しいのか、俺知らなかったわ。もっと早くやっとけばよかったタンデム。うん、タンデム最高。
はあ、ありがとうございます。楽しかった。楽しい。いい練習になりました。乗り方大丈夫でした？お、全然、うん、じゃあまた来ます。ありがとうございます。はあ、終わった。俺の私服タイム終わった。あれ、アングリングライダーさんが来ねえ。ありがとうございます。結局あれだもんね、自分で乗せてたら映んないんだから。さあ、私服タイム終了して、アングリングライダーさんとともに西伊豆スカラインに向かいます。はあ、楽しかったな。もうあんなステッカーをどうとか、どうでもよくなってしまったって言っちゃダメだね。あの、ステッカー10枚をですね、お店ののりちゃんに託してきましたんで、もし動画を見てね、ティファールに行かれる方は、行った方はね、のりちゃんにデブのステッカー1枚くださいと言ってください。そうすればね、もらえると思いますんで。やっぱでも一人になると気楽だな。この先で富士山が見えるかな。せいちゃんが富士山が見たいと言っていたけど、もう俺はそんなことは吹っ飛んでいたよ。見えねえな、富士山いません、今日。ヒリキだと思われていたフェザーですけど、タンデムでも意外と力あったね。タンデムする力ないと思ってたけど、頑張ってくれたね今日は。いい仕事したね。